めっちゃ今起きた顔してる。そう、2分前に起きました。ちょっと待ってん、テロップ書きたい。オーナー喋り会よろしくお願いします。じゃあ今日はですね、ちょっと雑談配信しようかと思ったんですけど、そういえばオンラインおしゃべり会じゃんと思ったので、なのであのメイク配信もねしたいなと思っております。なんか髪がボンバーなんですけども、よろしくお願いいたします。美しい、ありがとう。おはよう。じゃあメイクしていきます。開始、ダダン。ちょっと待ってね。ふう、寝起きでも可愛い、ありがとう。まあ、いつも通り使いたいメイクのやつがないのはまあ知らない。もういいや。ちょっと待ってね。今日も可愛い、ありがとう。ちょっと今ママ見てるので言いますね。あ、でもここにあったらもういいか。ここになかったらママに言おう。ブラシのショールーム久しぶりに来れました。ありがとう。嬉しい。なさそうだね。じゃあ今ショールーム見てるので言います。ママがメイベリンのやつ持ってきて、なかったらいいけど、メイベリンのこういうやつ持ってきて。はい、すいません。まあ今探してますね。絶対、まあ、ドアを開ける音がしたので。これはですね、ちょっとあのメイク使ってるコスメをね、あれにしよう。なんかなんだっけ、あのはあ、うん、メールで送ろうかと思ったんですけど、なんかなかなかそのメイク道具を撮ろう、写真を撮ろうとか思わなくて、しかもその綺麗じゃない状態なので。ん、もらいました。なんだっけ、何の味してたんだっけ。何の話してたっけ。あ、そうなんだけど、ちょっとあのコスメ自体がまず汚いので、そう、写真を撮る気にならなかった。だからここで見せます。キャンメイクマーメイドスキンジェルです。これ日焼け止めと化粧下地らしい。なんかこの緑色とかもあって、緑色は何なのか分かんないんですけど、なんかいい感じです。はい、じゃあ今これを塗り終わったので、次はこのメイベリンのなんとかクッション、ファンデーション、化粧下地ってやつです。はい、まあすごかったね。私がどうやって配信してるかはバレたかもしれない。まあそんなのは別にいいんです。この部屋に見えてはいけないものは全部ない、全部、まあ別に見えちゃいけないものしかないんですけど、でもそれはそれがその
あの部屋が汚いだけで部屋が綺麗だったらあの皆さんに私の部屋を見せつけるかもしれません。ただし今はちょっとやばいです。基礎工事が終わって次は柱が立つんですねなんで柱が立つんですか。ひやはおはよう。お部屋のレイアウトお揃いにしないと見えてはいけない配信じゃないんで全然見てってください。今度お部屋紹介とかもしてみたいんだけどさ、するためにはまずお部屋掃除から始めないといけない。イコール私はもう部屋掃除をするつもりはないのでルアスのお部屋綺麗なイメージでしょ。だけど A 型なのにめんどくさがってしないんですよ。まずなんかそういう時間がなくて、昨日オフの日っちゃオフの日だったんですけど、まあねレッスン場で踊ったんですけど、あやべ踊ったんですけど、どうしよう。だけどそういう日はずっと寝てるので、オフの日こそ寝ちゃう、寝たいから顔面工事中。そうですね、すいません。部屋って気づくと汚くなる。そうそうそう。あとねファンの方からいただいたプレゼント、本当にあの私全部もらってて本当にありがとうございます。そのプレゼントがまずその部屋の端っこにねポン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 置いてくんですよ、袋をね。そこがもうあの満杯だっていう、もう置けなくなってきてるので頑張ってそっとそこをどうにかするのと、あとなんだろうね、なんかあの机使ってないのにめっちゃ机あるので、なんかずっとこれやってた、やば、気づいたらこれずっとやってた机がずっとあの使ってないのにあるので、ちょっとそれもなんかどうにかしてやりたいなってっていう気持ちがあります。こだわりはたくさんあるんですけど実行しないんですてひそこが課題ですね。ちょっとそれより別に皆さんにオンラインしゃべり会って言う必要はないから画面工事中にしますね。いらない付けならもらうよあれあれうふちょっと待って、書いたのにまた消えちゃった。オッケー、ありがとうございます。画面工事中でございます、ただいま。じゃあ次また同じようなやつをやるんですけど、次はですねキャンメイクルミナスルナパクトファンデーションフェイスカラーみたいな、これまたファンデーションなんですけど、わっちょっとこれはですね、まあこれは新作ですね。これはあのメールで紹介させていただいたことがあります。こういう感じです。ルアスの部屋どんな香りがしますか。私のところっていうかなんだろうね、ルアめっちゃ無臭ですよ全部多分なんかね自分の匂いに気づかないっていうのはあるあるじゃないですか。そんな感じです。他の人に聞かないとわからない。ファンデーションたまに塗ってる人、あ本当に、私もさファンデーション何のためにファンデーションしてるのか全くわかんないけどさとりあえずちょっとしてみるんですよ。メイク配信初めて見た。お、本当ですか。私も久々にしてます。ルームフレグランスあれかな、なんだろう、なんかシャ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 って部屋に振りかけるやつですか。ちょっとわかんないのに塗ってんの、ちょっとなんかいいんじゃねみたいな。パッケージ可愛かったら買うし
塗ればなんかちょっとでも良くなるのかなとか思って塗ってます。はい、こんな感じで OKOK できたでしょう。キスをちょうだいってりんのちゃんが一生懸命ルアシの口くどい、ん？ルアシくどいてるけど振り向いてくれないって言ってた。ちょっと待って、違う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 、誤解です、俺誤解、りんのちゃんにも誤解を招いてる。それはなんかどうやってくどくのかなはなんかその本当は振り向かない、あの振り向かない、あの振りなんですよ。だけどなんかそのじゃあなんか振り向いてもなんか自由な感じでみたいなことを言われたんですね、の振り付け師さんに。それだからなんか毎回あのチラ見だけしてます、それは。新潟雪積もってる？積もってないと思います。ごめん、外見てないんだ。多分大丈夫。積もってたら毎回ママが教えてくれるので、今日も何も言ってないってことは多分大丈夫だと思います。チラ見チラ見なの。じゃあ次なんかまたこれは何のためにやってるかわからないやつ紹介しますね。これ私がすごくおすすめするブラシです。これめっちゃいい、チュロンってなる、痛くない。とキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー、なんかすごいんですよこれ、こうわーみたいな。ちょっと何配信だろうって感じですけど、おはようございます。マシュマロフィニッシュパウダーって何のために使うんだろうね。塗って効果あるの、これが一番わからない。塗って色が変化するのかとか、そう、まあだけど塗ってマイナスのことは基本ないでしょうって思うので、塗って顔が真っ白になったらそれはちょっと考えますけど。そんな感じで私は3つのやつを使ってますね、とりあえずこういう系は。だんだんコスメポーチがもうなくなってきてさ、なんか私今このコスメポーチにしてるんですね。これだと足りなくて毎回なんかこうやってはみ出る、こうやって。まあまあそこは気にせんといて、次眉キッチいきますね。あの私眉毛描くのは下手なのでよろしくお願いします。こちらはですね、またなんだろう、どこの商品ですか、これは分からない。パラデュアイブロウペンシル、うん、パラデュっていうところなのかな。まあまあ、いやマジで下手なんですけど、とりあえずこのなぞってるだけなんですよ。下手だったら言ってください、アドバイスお願いします。女の子荷物は、そうなんですよ、なんかだから本当に下手だ。だから毎回でっかいバッグ使ってます。そう、ちっちゃいバッグを使ったことがない、オフの日使ったけど、あれ、ああちちち、あなんかはみ出た、まあいっか、これでなんかこれでふってこれでごまかすんですよ。ちょっとここはみ出た、ごまかしいの？いいんじゃない？もっと斜めから線描いて3センチ進んだの斜め45に入れて適当。よくわからないけど可愛い、ありがとうございます。私も何やってるかちょっとよくわからないんですけど、でもなんかリルノちゃんが書いてくれた時なんかそういう気がし、なんかこういうことをしてくれたので書いてからこれでシャーってちょっと真似してみました。で次は
ワイルドですね。あ、そうなの、ごめん、汚くてごめん。ケイトのアイブロウをやっていきます。ふっ、これはもうなんか色つけるやつです。前までこれ1本だけだったんだけど、なんかおかしくない？面白いんだけど。ちょっと待って、こういう時はティッシュで、あ、OK、描いたクッキーで缶をブラシでぼかす、あ、それやばいんですかね。これ何もわかんない。ハンギョドンで逆さになるの、ほんと逆さだ。ちょっと待って、こっちじゃない、こっちのハンギョドンじゃない、こっちだ、ごめんなさい。あと、そう、見てください、これがまつげを整える櫛をね、買いました。やった、イエーイ。で、次はこのチークポップ、頬紅ローズティーポップですね。そう、これリリノちゃんとほぼ色が同じで、それでよくリリノちゃん隣の席に座るんですよ。なんか学校みたいな言い方なんですけど、隣にあるので、リリノちゃんよく隣に座ってるので、そこでメイクとかするんですけど、同じようなの使ってるから、前回間違えてリリノちゃんのやつを取っちゃって、あれ逆だったとか言って、急いで逆にしました。おはよう。やばい、配信してるとさ、濃さが分からなくて、なんか濃くなっちゃいそう。席といえば明日楽しみなんだ。そうだね、明日席替えじゃん。そうだそうだ、楽しみだな。ちょっと待って、その前にこのこれを塗りますね。なんか唇に色がないとなんかやっていけないので、キスのスライトルージュ口紅11番です。多分11って書いてあるから。メイク上手になったね、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。成長を感じられたってことですか、ありがとうございます。あ、キャンペーンもありがとうございます。ね、名前書いておかないとだよね。そうだよね、でも R って書いたらリリノちゃんも R だからね。じゃあ次はなんかこれも本当に効果あるか分かってなくてやってるんですけど、キャンメイクのライティングキットアイズっていう涙袋がふっくりするやつですね。キャンペーンしてるのかな、なんか20万ポイントだと、なんかなんだっけ、Hulu さんのなんか3ヶ月無料で見れるみたいな特典だったりなんかありますね。私 Hulu 入ってないから見てみたい、まあ普通に会員で入るやって感じですけどね、入ってみたいですね、いつか。でそれお得だよね。そうだよね、メイクってビフォーアフターで比べたりする、え、なんだろう、比べたりはしない、写真、わざわざ写真撮って比べたりはしないんですけど、でもなんか、ああ、このこれをした瞬間なんか完成したなとか、そういうのを感じてます。遅いよって、遅いよ。なんだろう、これは、これ昔から使ってるやつ、もうねこっち側が出ないんですけど、出ないけどやってる、ライティング 3D シャドウライナーってやつですね。どこなんの、 Kパレットさんのナンバーワンです。ナンバーワン1番っていうのか、こっちも出てるかわからないんだけど、ルシの目ってキラキラしてるね、本当に
キラキラしてる？光の赤毛じゃない？まあね、まあ顔面工事中なのでちょっと顔が不遂のは勘弁してください。勘弁して見逃してください。フール入ってるけどほとんど見てない。そっかそっか。でも私もね、結構夜に見てます。あら可愛い、ありがとうございます。ここ涙袋かけつけたいんだけどね、私下手するとねクマに見えるんですよ。それ3回くらい失敗してるんだけどね。じゃあ次は、お次はお次はごめんね、全部プチプラなんだ。セザンヌの各二重アイライナー、影用ピンク、ピンクらしいです。でこれで毎回なんだっけ、アイライナー私毎回描くの失敗するので、これピンクだと全然見えないので、まずこれで描いてみたいと思います。うーだんだん一人になってる、よいよいよいよ、あいい感じ。いい感じですね。二重もひょ、これもねちょっと薄くしか見えないんだけど、でこの涙袋は一生懸命作るんですよ。もう一生懸命なくても涙袋作ります、無理やり。OK、 いい感じですね。じゃあ次、絶対に入れないアイライナーを引きたいと思います。これはメイベリンのハイパーシャープライナー R です。よっしゃやってみっか。基礎ちょうだい、毎日聞いてます。ありがとう。ちょっとこれはさ重大なのにちょっと下向いて描きますね。よいしょ、いい感じ、いい感じよ。いい感じですね。こんな可愛い中学生なかなかいない。え、ありがとうございます。めちゃめちゃ真剣に見入ってしまい、本当にハンギョドンの存在すごい。あ、ハンギョドンからレッスンもらってますか、すいません。なんかテロップの破壊力に惹かれた。よく言われます、ありがとうございます。いいんじゃない、前回の公演あるじゃないですか、1月19日かな、あの時の公演マジで私本当にあのアイラインを失敗しすぎて3回メイク落としました。こう目元だけ、はい、そのくらい下手なんですけど、今日一発 OK ということで、いい感じ。昨日ハンギョドンのぬいぐるみ取ってきて、え、本当にすごい、取れるんだそんなにすぐに。可愛いですねハンギョドン、成功、やったー、嬉しい、テンション上がった、ありがとう。じゃあ次は何をしようかな、次キャンメイクのムニュットハイライター。ちょっと待って、初めてこのやつ読んだ、ムニュットって言うんだよね商品名。これはですね、なんかこれ押すとへこむんですよ。だからそのくらい柔らかいんでしょうね、多分これハイライターなので、多分ここ鼻に塗るんじゃねって思う。とりあえずここやっときます。
もうこれもね、私一向にやり方が分かんない。これ本当に光ってるのってくらい細かいラメで、光ってますか光ってますかね。使い方よく分からない。そう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 なのよ。どこから書けばハイライター、ハイライターとこ本当にここハイライターで合ってる。みんなさんに聞いてもわからないか、ごめんね、ちょっと自分で解決しますオッケー。まあとりあえずあのモデコ系はもう終わった。とりあえず髪を下ろしますね。いつもすっぴんで配信してるからな。ルアちゃんがもともと光ってるから大丈夫。うわ、いいこと言いますね感動します。ありがとうございます。なんか前髪短っもっと短くなったかな、前より。そんなことないか。お鼻ツヤツヤって犬じゃないんだからね、ちょっとでも光らせたいんですけど、まあまあ全然大丈夫です。そこら辺はさらに美しくなってる。ありがとう。感動感動を感動って言いました。でこれはちょっと悩むんですけど、わあ、キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズの22番を使ってます。私はこれをまずこの白のやつ、真ん中の白のやつを涙袋にチェチェチェって入れるんですよ。ごめんね、このメイク真似しようと思われる方もしかしたらいると思うんですけど、私マジの初心者で、どういう効果が分からずに塗ってる人なので、よろしくお願いします。あ、こういうことしてるんだって思っててください。サンリオぬいぐるみルアちゃんに見せるならどのキャラも、ハンギョドン、ハンギョドン、ギョドンギョドン、ここにでもつけるか。目が閉じてく。今度同じメイクして公園入る緑袋増量する。ありがとうございます。 YouTube でメイクの勉強しますか。しないですね。だけどなんか何買えばいいのか分かんない時に YouTube 見て、あ、この人これ使ってるか、これ買ってみるかっていうのがあります。けどその どこをどう使ってるのかとか、どういう効果があるのかは別に私は動画を見てわからない人なのでそう、もうその人の技で決まると思うし、その顔もいろいろあるので。涙袋出てきた、本当に。え、私から見ると涙袋見えないんだけど。涙袋どこ行った、本当に。 あったここです。涙袋ここですダメだな。涙袋も引いた方がいい。引いてみっか。ロアシから見て3期でメイク上手、スモモちゃんです。絶対ちょっと涙袋に見えてきた。お疲れ様です。 ありがとうございます。あ、フォローありがとうございますシナモンお家に置いてくれ、ね、あ、本当にそんなにお家にいっぱいあるのかな。いろいろ見せてください。ちょっと顔面工事中なんです。そう、スモちゃんなの、やっぱり。うん、ちょっと涙袋じゃない、アイシャドウは最近塗ってないんですけど、でも最近また塗るようになりました。そう、公園でアイシャドウ基本的に塗ってなかったんだけど、あ、そう、乃木坂さんの工事中みたいなさ感じですよね。私も名前的にそう思いましたねえ、ズモちゃんどうやってメイク上手になったの、私も気になるんだよね。でもハンギョドン本当はどっちよりしね、どっちだろう、ね、最近でもハンギョドン愛増してますから、ハンギョドンかな。
あ、色ついた色ついた色ついたよ。いや、次あと私何してないんだろうね。なんだろう、あと多分花江ちゃんとかも上手なんじゃないかな。そう、何使ってるか分かんないけど、すごいめっちゃ時間かけてやってるから、多分もうそのくらい、なんだろうね、知ってるんだと思う。自分がどこがダメだからこれをたくさん塗ろうとか、そういう自分のことすごい分かってるんだろうなって花江ちゃんを見て思いますね。28日ハンギョドンと赤オフルネ、ありがとうこれは下地を塗りました。キャンメイク クイックラッシュカラー一番です。まつげの下地ってあるんですよ、皆さん知ってましたか。はにゃ、自分に顔に合ったメイク、そうそうそう、ちょっと久々にやろっかな。これこそ顔面工事と言っていい感じだと思いますけど、ハンギョの一つで大丈夫。うん、オッケー。あ、なんかちょっと待って、ちょっと待って、上がらないんですけど、どういうこと。上がった、よかった。待って、大きいとペンライト持ってないから。そうだよね、よいしょ。私もまつげ長かったのはずなんだけど、こっちのまつげもげたんですよ、一部が。一部もげちゃって、そう、ここがないの、ここだからこれはもう何でもしょうがないということで、前よりまつげの精度が落ちたなっていうのは自分でも分かってます。で、これでまつげ溶かすんですよね。まつげのさ、この櫛をさと出会ってから、もうなんかもうね、人生楽しくなりましたね。今までこの櫛でやってたので、そう、びっくりしちゃったよ。じゃあ次はね、これですね。これは私もいつも紹介してる、あれ、こっちだった、メイベリンスカイハイ1番のブラックマスカラです。そう、普通に前髪溶かすくしでやってたので、ね、すいません、ちょっとこれも顔面工事と言っていいほどの顔してるんですけど、いつもこういう顔でやってます。私にとってまつげが大事で、すいません、ちょっとしばしお待ちを、この顔で。ぜひ皆さんも真似してみてください。この顔でやると塗りやすいんですよ、本当に。本当だから、本当にここもげてる、どこ行っちゃったんだろう。あ、オッケー、あー、しばしお待ちいただきありがとうございます。真似できん、本当に。同じ顔してた気するわ。確かに変顔よりは全然大丈夫ね。公園でまつげ溶かしてる、そうそうそう、くしで溶かしてるんですよ。いつもこうやってたんだけど。最近はちょっと違うんですねでもね、これ何するか分かんない、マジで。本当にこれ何用みたいな、何やる用なんだろう。これこっちは分かる、こっち溶かすんだなって、こっち何って突っ込みたいんですけど、まあ、これは分からないまま使っていこうと思います。 あちょっと、もう一回しばしお待ちを、ちょっとこれ溶かさせてください。ダマは取る、あー、その太いブラシでですか。今日の変顔は今で許そう。ありがとうございます。変顔してるつもりはないんですけど。
じゃしばらくお待ちください。ちょっと初見の方すいません、本当にこんな顔見しちゃって。あ、終わった。 OK です、ありがとうございます。あ、いい感じです。最後にこれでまつげをちょっと上げて終わりです。ふうふう、まもなく完成いたします。しばしばお待ちを。ふうふう、うん、うんうんうん、いい感じでございます。同じ顔してたら顔が疲れた。ロア全く疲れてないんだけど、それはあれですね、表情筋がもうちょっとつけないと。なんでシナモンよりハンギョドンの方が、なんだろう、なんかだんだんこれがベルボーに見えてきて可愛く見えてきた。こいつがハンギョドン、これ寄り目なのかな、ごめんね、全くハンギョドンのこと知らないんだけど。でこうやって、でまたダマになったやつをまた取ります。すいません、ちょっとあとちょっと10秒くらいで終わります。この顔すいません本当に、3回目のこの顔見せてすいません。いい感じですね、非常に非常に整ってきました。あ、OK、 よし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 、ありがとうございます。まつげ完了でございます。スクショしていいやつか、いいけどそんなの載せないでください。表情筋鍛えるため毎日ルアーシと変顔します。あ、いいことです。で、じゃあそれでは最後にリップを塗らないといけない。リップどうしようね。ハンギョドンルアちゃんのために撮ったからね、嬉しい、ぜひ見せてください。28日、これはディオールアクアディクトハイカラー538番です。これててあ、ダハン入れた、あ、いや、これちょっとオレンジ系のやつなんですよ。はい、こんな感じで完成してきましたよ皆さん、はっはー。はい、完成しました。拍手、すごい。嬉しい、こんな感じでございます。オンラインしゃべり会はこのルアに会いましょう。よく聞いてありがとう。漏れてるよ、やった、すごい。画面工事してる間に視聴者数が2000人も、ありがとうございます。お疲れ様、ありがとう。でちょっと前髪もねついでに直していきたいと思います。ちょっと今机がコスメだらけなんで、ちょとりあえず片付けます、ね、あ、今日も可愛いな、ありがとうね。結構まつげしたら私雰囲気変わるってよく言われます。見て、このあふれどコスメポーチあふれてる。毎回これあの閉まりませんね。でちょっと顔面工事中のやつを消したいと思います。当日になるとオンライン撮っとけばよかったって後悔する。そうだよね、今日誰来てくれるのかそんな分かってないけど、もしよかったら教えてほしいな。土着閉まらない。磯部ルアディスにしよう。まだもぐもぐってないよね、確かに。だけどあのまたコップ、赤いコップなんですけど、ここにあのミルクティーが入ってます。飲まさせていただきます。これからお仕事頑張ってね。
おしゃべり会も好きに行きます時間通りに来てね本当に前は申し訳なかったからちょっと謝らさせてください。でもおしゃべり会って本当に1分1秒が本当に大切なので。おはよう、今起きました。お疲れ、昨日お仕事遅かったのかな。お疲れ様です。お仕事みんな頑張ってね。今日の鍵開けは誰だろうと毎回楽しみにしてるので、今度デコ出ししてみたいな。もしなんかいつか、うわ、いつかその自由に髪型ができるってなったらマジで本当に私いろいろしたいことがあるので、そうゆめさんみたいにここウサギにもしてみたいし、そう夢広がってるんですよ今夢広がってる。そう楽しみなことがいっぱいあるので。染めて、いやー、で染めるのに抵抗があるので染めないかもしんない。うん、私ずっと黒髪が好きなんですよね。てか黒髪以外私似合わないなと思って、皆さんも思いませんから、私似合わなそうだよね。そう巻き巻きみたいなってありがとう。巻き巻きもしてみたいし、いろいろしたいことからそのために頑張ってます。はい、あれ、ね、黒髪がいいやね。でも茶髪とか私想像ができない。今度アプリでやってみようかな自分が茶髪の時のやつ。金髪似合いそう、金髪似合うと思うるわ。ギャルにあるね、ちょっとだけ茶色、わーね、ダークブラウンみたいな。天然で少し茶色入ってる。あ、それあるかもしれない。私水泳やってたんで5年間水泳やってたから、だからその色が落ちて一回めっちゃ茶色になりましたけど、まあでも結構新しく髪が生えてきてるので、まあ生えてきてるというか生えてるので常に、だからそんな茶色はなくなったかもしれない。そう前まで結構毛先茶色とか多かったんだけど、今は結構大丈夫かな。ちなみに28日公演行く準備昨日完成したなんて早くないありがとうございます、嬉しいです。赤を一回やってほしい、半分でってこと。それほど楽しみなんだよね、私の楽しみだ歌詞の中に夢が入ってるところに歌ってる時、夢さんがカメラに抜かれてる率高い気がする。あ、名前と掛け合わせてってことですか。そうなんだ、よく気づきますね。私そこまで気づかなかった。今度見てみよう。あ、オッケー、できた、ありがとうございます。あと40分は話せますね。ちょっと昨日の反省をまず話していいですか。昨日のことを言うと、私はもうはっメール送らないとって思って、で送ろうと思ったんだけど、ちょっとゲームしててゲームをしていて、で終わって、あ、終わったわ、え、何時と思って、何時と思って、やばいと思って開いたら23時1分で、あ、終わった、あ、終わった、マジメール送るの忘れたわみたいな、メール送り逃したわと思って1分過ぎてました。本当に申し訳ない、ごめんね。だから配信時間も伝えられずにさ、配信予約だけ入れたんだけどさ、あちゃんのゲーム、そうモンストしてましただからちょっともし送られてないって時があったら、あ、寝てるか、なんか
逃したんだなって思ってください。思っといてください。本当に本当に手を出てはなかった。お休みメール送れなくて申し訳ない。本当にごめんなさい。そうギリギリだったの。ペンライト4本にやったから今度こそ赤本も振るね。嬉しい。なんかペンライト4本超嬉しいんですよ私的にすごく嬉しくて。引っ張るの楽しいよね。そうそうそう、モンストーバーンってとガチャとかね。なんか友達に誘われてやったらなんかハマっちゃって、ハマっちゃってちょっとなんか最近ずっとやってる。今日の朝もそれでちょっと配信遅刻しました。本当にすいません。本当に申し訳ない9時半から寝てがちょっと9時30何分とかになっちゃった。ハンギョドンとシナも一緒に持ってたらもっと嬉しい。うん、そうゲーム遅刻本当にすみません、すいやーせん。受験はそうだね、受験がね、うんうんうん。今からゲーセンは今日休みなの。いってらっしゃい寝てても遅刻したから何も言えない。そうだよね正直で大変よし。そうですね。冷蔵庫を開けながら受験余裕でしょ。だなんだ昨日と今日休みですが何か。いや何もないです今日の服装そういえば教えてなかったんだけど、あの前買ったやつがちょっと前買ったお洋服があるのでそれをの着てみたいと思います。ちなみにお嬢様系のお洋服なので楽しみにしててください。ぜひ。前はあの巫女さん来たんですけど、そう巫女さんも何言おうとしたんだろう。巫女さんでも結構見えなかったって人多かったんで、まあまあまあそんなお洋服は気にせずに気にせずにルアの顔を見といてください。そうお嬢様系のね結構なんかなんだろう、なんかワイン色みたいな色してるかもしれない。いや早くルアちゃんに会いたくて仕方がないね本当に最近なんだろう、なんか最初はなんかそんなに会えるっていうかまずショールームをすることがなかったし、そう始められてメールとかもなかったし、だけどその最近は本当になんか毎週皆さんと会える機会もあれば、なんなら公演もあるし、そう本当に嬉しいですね。常にファンの方と交流できて、今月はまた来週もありますので来週もよろしくお願いします全身写真待ってるのありがとう。分かる、公演しか勝ったんだよね。なんかねそうすごい楽しみなんですよ毎回。うん公演大好き来週公演からのオンライン、あそっか28日が公演で昼夜ね。やばい、もしかしたら疲れ切った顔してるかもしれないワンちゃん疲れた顔かもしれないけど頑張って笑いますね。だいたい昼夜公演は本当に私疲れて、うん、ね私もよく言われるよ、このグループおしゃべり会でもっと早く会えていたらって。わかる、私とリリカちゃんだけ一歩遅いのでスタートが。
よく言われるんですよ、直接直接じゃないか、なんかオンラインでなんかグループおしゃべり会でいたらなんか一押しでしたってよく言われてああそうですよねって反応しかできなくてちょっとそこが悔しいんですけど、でもその今見つけてくださってる、今そういうのがあったのにかかわらず今私を押してくださる方にとてもベリーベリー感謝して頑張りたいと思います。一押しでした感心、そうそう地味にグサッて刺さるんですよね、うおおおってそう、本当にすみません中学生でまあね今会えてるから全然私もエンジョイしてますけど、グローバーしゃべり会なかったのにこんなに楽しませてくれるのに感謝しかない、いやありがとうございます。昨日の動物園楽しかったですかね、あらちゃん最推しだよ、ありがとう、嬉しいぜ、みんなありがとうございます。公園行き過ぎたので次は28日までお休みしますまた28日会いましょうね、28日来てくださる方多いな、赤をたくさん見れるかな、ひょいちょっとダメだ、ちょっと髪の毛なかったことにしたいくらいちょっと前髪があれですね、ダメですね、ルアちゃんも押してますからこれから会えるのが楽しみですとか言ってくれたらいいのにそうだよね、そっちの方がね目もバッチリ、そうちょっと目力つけていかないとちょっとねやっていけないので2つでも作るか、決して今日のオンラインを2つ結びで行くとは限らないんですけど、ちょっと2つにしたいので2つにします。よいしょー、ロアシが考えるお嬢様、めっちゃお嬢様ですよ全然回答になってないけど、すごいこの時間めっちゃいろんな方見てくださるんですね、ありがとうございます。みんな今日休みなのかな、ちょっとさそのさお買い物した袋をさあっちに取りに行きたいんだけどさ、取りに行くとき私そのあのスカートズボンが見えるんですね、ズボン何入ってるか分かりますかね、あのパジャマなんですね、あはは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 見られたらね、そりゃはいていたら大丈夫そうだね、横移動してきますね、想定の範囲内、ああさすが想定されていましたか、アイドルじゃないだどうしよう、どうやって移動しようか、中学校じゃ、あ違う、本当に普通のモコモコ、やばい見える、マジパジャマ見える、あのパジャマ見えとっていいですか、すいません本当によしあ見える、パジャマが見える、よし
あ、すいません。あ、そうです、あのいつも着てるあのクマのパジャマの下です、すいません本当に。おしゃべり会の時上だけ着替えて下はスウェットでしたね。皆さんも同じことしてんの。そうなんで、ちょっと私これをね購入して、最近このブランドにすごくハマってて、似合ってるから大丈夫、ありがとうございます。オンラインなの問題ないです。あ、よかったです。そう、1万円チャレンジ、あ、1万円チャレンジしたやつはね、あそこにあるんですけど、それはまた違くて、それはあのグレイルですね。グレイルです。襟のある服、いやそれでもそうでもないな、ちょっと見せると、なんかこういうやつです。これに、はごめんなさい、ごめんなさい、あと充電が 20% らしいです、すいません本当に。リボンついててみたいな、ちょっと可愛いんで待っててくださいね皆さん、ちょっとメールでも出すんだよ。みんな聞いてね。でベルトも買ったんです、初めてベルト買ったかもしれない、蝶々みたいな、もう可愛すぎてマジで一目惚れして、このお洋服に。でなんかそれがなんだろう、そのマネキンみたいなのがに着せられてたんですね、マネキンに、そのお洋服が。だからそれごと買いました。そうベルトも買ったし、だからベルト私の持ってる、え嬉しい、やったージャージおそろいですね、ジャージ着てないです私。ママスーツじゃなくて、もう本当に私が好きで買いました。嬉しい。ちょっとね、この読み方わからない、誰かちょっと読んでください、これなんて読むんですか。あのいつもこの英語でさ検索してるからさ、なんて読むんだろう、なんて読むんですかね。教えてください。アクシーファズ、アクシーズファム、ありがとうございます。アクシーって言うんだ、そっかそっか、もういつも英語で言ってるよね。アクシーズファム、ありがとう、アクシー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 、アクエリアスまで紛れ込まないでくださった、アクシー、アクシーですね。ちょっと頭文字は似てるけども、似てるけどもちょっと違います、フランス語は。そうなんだ、すいません、全く理解できてなくて本当に申し訳ないけど、アクシーズっていうのか、ありがとうございます。よいしょ、これを着たいと思いますので。ありがとうございます。これをねやりたいと思います。でちょっとこの時の裏話、これ買った時の裏話なんですけど、あのこれも買ってですね、その時私の所持金がまず5000くらいです、5000くらい。え違う、7000くらいだ、7000、8000くらいあって、あちょっとなんかやばいなと思いながら、もうまあその買い物行ったら絶対お洋服買っちゃう人なんで、やばいと思って、でこれ可愛いの見つけて、あーやばいと思って、めっちゃ可愛くて、で買っちゃって、これをね買っちゃって、これ何くらいしたんだろうね、6000、合計6000くらいかな、わからないけどちょっと忘れちゃった。そんで次に、まあ今ちょっと見せれないんですけど、このね紐買ったんですね、ロアシついに紐デビューで、あの携帯にね紐くっつけて、そうこれかけれるようになってるんです。これかけるとちょっとこの携帯倒れるんですけど、こうやってかけれるんですね。よし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 、そうそうそう、でそのケースも買わないといけなくて、これをつけるためにウィゴーでね買ったんですよ。そうそう、これをウィゴーで買っちゃって、それがね1000円くらいしたんですね。まあその時点でもう終わりじゃんって感じなんですけど、だけど残り300円あったんですよ。300？違う、
400円くらいか、400円くらいあって、でじゃあ300円ショップ行けんじゃんと思って、300円ショップでこのコスメポーチを買ったんですね使ってないんですけど、まだコスメポーチを買って、であと162円だったんですけど、ちょっとママにね聞いたんです、あと162円だからジュース買っていいってだけどそうダメって言われて、そうわざわざ使い切らなくていいんじゃないみたいに言われて、結局そのままあの162円をお家にお持ち帰りいたしました。そう、え、でも私買い物うまくないですかそうママ正論なんだけど、でもさここまで来たら使い切りたかったよね。そう160円のジュース買って、それで最後2円残ってルンルンで帰る予定だったんですけど、中学生だなちょくちょく中学生要素入ってるんですけど、とても楽しいお買い物でした。またやりたい、初めてだよこんなに。そう400円あるから300円ショップ行こうとかも思ったことないし、なんなら300円ショップ行けるんじゃないって言ったのママだし、そうその瞬間に私はあれ、うん、これは使い切りたいと思って、ちょっと残念ながらですけど、まあまあジュース買えばでもあと2円でさ変わってたかもだよね、コーラでも買えたのかなでその後にあの私あの鎌倉パスタを食べました。メール送ったんですけど結構前に反省会しないでって美味しかったですね。ちょっと今度リベンジさせてください聞かずにジュース買っちゃえばよかったのに。そうだよね、それもあるんですけど、ロアさんはユニクロのなどのファストファッション好きです？好きです、好きです。前もねなんかよくレッスン着とか着るんですけど、レッスン着は結構ユニクロとか多いかもしれない。そう本当になんか何のブランドずっと着てますとか全然なくて、そうなんかママが着てるやつを勝手に着たりとかよくしてますし、そうパパの服とかも着てるしいろんなの着てますね。変顔 T シャツ、変顔 T シャツもありますけど置いてありますね、そこに着てます。でもちゃんとパパスの服だと大きくないの、大きいんですけど、その大きいのをわざとなんかそのそういうファッションにするっていうか、ね、キャッシュレス増えましたけど、私でも全然なんか昔ペイペイとかもめっちゃやってたんですけど、あの残高は多分今2円とかしかない、2円か8円だった気がする。バンダイが買い物のスポット、あそうですね、でも結構バンダイが結構いろんなお買い物できるので、テイティ送ろうか、え、テイティなんかあるんですか、テイティテイティツボル、ちょっとぜひペイペイでっていう時にテイティでって言ってください、よろしくお願いします。多分バレないよ。絶対に私が保証します。テイテイでテイテイで絶対バレない。さらっと消すエッチに布教するのくさって。そうだね、地味に布教する、ちょっと拡散をよろしくお願いします。テイテイの自分あるって、あーそっか、テイ払いでも OK ですテイ払いはダメかもしれない、 D とテイ、いやーダメかもしれない、
惜しいですね。ネットショッピングしないと。いや、ネットショッピングもあのグレイルさんとかのお洋服はしましたね。聞き返されたらダッシュで逃走なんて超変な人じゃないですかそれ。なんであの人ダッシュしてったの。画面見せながらだとなんか、あ、そうだね、テイテイでピッてしてもらって、はい、しししいいかもしれない。バレないから何よそうだよね、ぜひやってみてください。テイポイント、いやそれもダメだな。テイポイント、テイポイント、やっぱりテイテイかな。うわぁ、お腹だった、お腹すいたな。みんな何食べる？聞こえちゃったいい音したって、ありがとうございます。いい音いただきました。確かにでもセルフレジがあるもん。うん、すいません、ちょっと、うんうんうん、何食べようかな。さっき寝てる時っていうか、まあ、ゲームしてる時にママになんかパンを口にくわ、パンをルアの口に入れられて、何のパン食べたか全く覚えてないんですけど、何食べようかな。みんな何食べんの今日。どういうこと。え、なんか寝起きのルアにこうやってママがガンって入れて、何食べたのか覚えてないですあら、見てないうちについてる。そうです、ちょっと適当に縛りました。でも髪切ったからなんか短い。牛丼ではない、パンでした。でも牛丼もいいね。あ、牛丼単独あってひどい、よいや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 、お、3000人の人さん、ありがとうございます。あとラーメン、あ、ラーメンも食べる、ええラーメンも食べた。朝ごはん決めてください。うーん、朝ごはんか、カップラーメンにしようましょう。焼きそば作りますね。作ってください、ぜひ。もう届けてください3000人ありがとうございます。うん、嬉しいですね。牛丼も、冷蔵庫何入ってるのかな、わかんない。冷蔵庫を開けながらうざって思わないでください。テイマイ感で届けるやつまでちょっとそこ定時変えたらバレるんじゃないかな岡山から届けると確実に冷めるよキンキンに冷えてますね、多分それは。絶対に何食べよっかな。冷蔵庫何入ってんだろう。ヨーグルトとか入ってる。ヨーグルト食べたい。アイスも食べたいし、アイスとか買い物してる時間はもしかしたらないかもしれないから、お家にあるものでどうにかしよう。最近トカチ見てない。あ、めっちゃトカチ食べてますよ。配信で食べてないんだけど、配信で最近食べてないよね。アイスのストックありそう。あ、ないですね。だけど今あの私の冷蔵庫にあの塩アイスがあります。美味しいよね。私の家にも、私のお家にもさ、軽く5ヶ月ぶりくらいに来たよね、塩アイス。で、私夏場になると、あの磯部家はあのアイスの福袋っていうのを毎回買ってて、そう、アイスの福袋って、まあ、5000円分とかそういうのよく買ってますね。皆さんぜひ買ってみてください。冬もよくやってた、アイスの福袋やりたい。やばい、お腹だりすぎて、やばい、ちょっと助けてほしいバンダイバスターミナルのカレーが食べた。あ、バスセンターのカレーですか。私もね、新潟県民なのに食べたことがなくて、なんか行きたいんですけど、目の前まで行くんですけど
知り解けますね。トカチとお茶しかない最近ぬいぐるみ職人って言われる。あ、じゃあ私もそう呼びますね5000分のアイスが入る冷蔵庫なんの。いやだけどなんだろう、その横にしてめっちゃうまく収納、収納がうまい人は多分ギリ入ります。多分目の前まで行ったら食べないと。いやそうなんですけど、やっぱり並ぶのとかやっぱり基本的にぼっち行動なので、ぼっちで行動するのはちょっと勇気がいりますよね。ひよひよ、配信終わったら朝ごはん昼ごはん作る。え、作るの？私作れない。絶対ママに作ってもらうな。業務用の冷蔵庫買うしかどんだけアイス買うん今日もハンバーグかな。ハンバーグにしましょう。じゃあいろいろ食べたいものがあるんだけど、ね、いろいろ食べたいな。でも最近ちょっと聞いてください、なんか何々食べたい、あー何々食べたいって言ってるとなんか気づいたら一日終わってるので、なんかだから何々食べたいなってずっと言った方がいいんじゃないかなって思ってみる。楽屋でもぼっち、あ、それはないですね基本的に一人行動なのはずっと外でだけです。 CM 好き、あ、わかる。ぬいぐるみ写真職人って肩書きは、肩書きいらないんだそっかだけどだから最近はずっと、あ、たこ焼き食べたいし、あ、マジでお好み焼きも食べたいってずっと言ってます。そう、ずっと言ってる、口癖のようにずっと言ってます。イタリアン、はっ、美味しそう、大好き。イタリアンの白のやつが、ホワイトイタリアンが好きです、私は。そう、でもそう言ってるとなんか気づいたら一日終わってるので、そう言った方が逆にいいんじゃないかなって最近思ってます。私が研究結果を教えますねでもなんかその家に作るやつがいっぱいあるんですよ。なんかね、機械がいっぱいあって、なんかクレープ機械、クレープの機械もあるし、ポップコーンの機械もあるし、たこ焼きの機械もあるし、まあ、ホットプレートもあるし、いろいろあるんですね、本当にいろいろ。アイスも作れちゃうし、ヨナナスも作れる、シャーベットか、あとミキサーもあるし、本当にいろいろある。あ、綿あめの機械もある。どうしたらいい、ごめんなさい、いやー助けて。そんな機械に囲まれて普段生活してるので、それを見るたびにやーいーって思ってます。あ、そう、かき氷もありますね。そう、お祭りなんですよ。屋台配信かな今度そう、頭の中に幸せ溢れてんの。そうそうそう、機械って丸いやつ、そう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 、何でもできちゃう。まあだからそのお友達とか呼んだ時に何でもできるっていうのはすごくいいんですけど、普段からそれを見ると美味しそうだな、わあ作りたいな、いや作りたいなとは自分で思わない、作ってほしいなって思ってますママにわざわざ自分で作れる機会があるのにもかかわらず、それも全部ママに作ってほしいなっていつも思ってます。自分では作りません、やだめんどくさいハルツ呼んでそれ使ってほしいよね。ハルツ呼んだことないから今度呼びたいな。わたあめ、あめ止め入れるやつ、そうですそうです。同期呼べるんですよ。いや、やりたいですね屋台。だから作ろうと思えば作れるんですよね
牛丼屋のバイト行ってくるで。あ、牛丼食べる、食べたいな。頑張ってね。ファイト。一発。やばいね、本当にお腹鳴りすぎて本当に申し訳ない。ちょっとお腹だけちょっとなんか防音みたいな作れない。お腹に防音室を作りたい。冬になるとケーキも作る。ケーキいいね。でもなんか結構あの家族の誕生日とかは買うか作るかです。そうか、普通そうか。たまにスポンジとかも買って、そっから生クリームをうわーってやって作って、でそれで生クリームポンポンやって感じです。作ってます。ぼちぼち仕事が。おー、ティッシュします。ありがとう、頑張ってね。多分イヤホンで聞いてる人とか多分私のお腹の音聞いてるんだと思う。まだね、磯部家に誰もメンバー呼んでないんですよ。最初に磯部家に来るのは誰かな。なんか面白いなこの耳。なんで私こんな耳でかいの。てかね、私もハルちゃんな気がする。何時まで配信。あ、11時までです。思ったんだけどさ、あのガチャガチャあるじゃないですか。シアターガチャじゃなくて普通のガチャガチャ、私のマスコットキャラ、私のなんかマスコットキャラクター版みたいな顔あるじゃないですか。その耳の特徴やばくないですか。くなってるよね。私のガチャの自分こうなってる。耳が、そう、耳がルアなんですよ。だから、あ、ルアどこいるかなと思って、そう、すぐ耳でわかる。そう、あと7分なんですよね。あと6分になった。さあすぐ見つけられる。ごめん、3000人のおいしい、ありがとうございます。嬉しい。劇場隣にあるガチャガチャ屋さん、東京リベンジャーズ押しといたら。え、なんかさ、劇場の隣にさガチャ屋さんできたんだね。いつできたんですかあれ。皆さんの方が分かるのかな。でも全く分からなくて、前なんかリリノちゃんとルアとユナちゃんとハルちゃんでね、あとユキちゃんとスモモちゃんか、6人でなんかそこら辺歩いてたんですけど、なんかガチャガチャできてて、って思って、年末ぐらいできたんだ。そうなんだ、年末にはあったってことは年明けですかね。そう、でも31がなくなったんですよ。初見でーす、ありがとうございます。そうなんだ、最近なんだ。そっかそっか、12月17日にオープン。え、マジで。え、ちゃんとサンリオのガチャあったよね。そうだよね、なんかそももちゃんがガチャガチャしてた気がする。おはようございます、おはようございます。私もラブラでお買い物するの。え、でもそんな よく歩いてるとか、よく出現するとか、そんなのは全然ないです。たまにお買い物というより見てるだけです、私は基本的に。なんか見てて欲しいと思うのがあんまりないです。私ケチなので、本当にケチなので、なんか買って何をするのかすごい考えるんですね。そう思うと、なんか、あ、いいや、買わなくていい、あ、これも買わなくていいやってなって何も買わないんですよね、結局。あるあるです、ルアの中では。商品、全部の商品片っ端から見たくて。そんなにすごいね、ガチャガチでじゃないですか。ケチなのに160円使い切ろうとしたの。要はそれはなんか使い切りたかったから。
節約か、いやそうなんです。なんでこんなケチになったのかわからないんですけど、そうだね、学生はケチじゃなくてはいかん。そうだよね、その通り。ちょっと待って、笑うとちょっと画面揺れるからやめましょう。ちょっとケチですみません。じゃあそれではそろそろスクショタイムしよう。ガチャガチャになってひよってるあるかなって見たら気づいたら全部見た。あーねあーね。でもなんかあれじゃん、あの竹本ピアノ知らない人いそうだな。私竹本ピアノさんのモノマネをして、あの受かったと言っても過言ではないんですけど、やっていいですか。絶対声出ないけどいいかな。発声練習します。ピー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 ピアノティー。オッケーです。テレレン。ピアノウッディチョンダイ。やばい、マジこれだ。みんな丸く竹本ピアノ。電話してちょうだい。みんな丸く竹本ピアノ。その通り。ありがとうございます。ちょっと初めて見た方もいるんじゃないでしょうか。無駄にクオリティ高い。そうなんですよ。だけど最近ちょっと最初の声が出ない。ピアノ打ってちょうだい。今出た。え、そう、初見さん見たらどんな顔するやら。そうなんですよ、本当に初見の方すいません。初めて見た方多分多いと思います。こんな人です。みんな丸く竹本ピアノ。電話してちょうだい。いいですよね。私 あの CM 大好きで、大好きで、あれはもう全員が知ってるんじゃないかくらいで、本当に昔からあるCM だと思うんで、久しぶりにやれて嬉しいです。ではあたほどおしゃべり会で、おありがとうございます。それではスクショタイムしたいと思います。はい、チーズ。お、はい、チーズ、チーズ、はい、チーズ。オーディション以来かもね。そうだね、よいしょ。ありがとうございます。それでは男女の方はお願いさせていただきたいと思います。こんな1時間半もね、ありがとうございます。男女の方、13位アリシ、ありがとうございます。12位ハル507シ、ありがとうございます。10位カナリシ、ありがとうございます。9位ガトランティスシ、ありがとうございます。8位ナオシ、ありがとうございます。7位バイケンシ、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、4位イチローバイボーイシ、ありがとうございます。3位古川氏、ありがとうございます。2位アンドゥー氏、ありがとうございます。1位、すみません、残り充電が 10% らしいです。すみません、申し訳ない。ありがとうございます。それで終わりたいと思います。1時間半も配信、そして3400人視聴者さん、ありがとうございました。ぜひよろしくお願い、磯部ローをよろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。バイバーイ。お初見、バイバイ。